テンガー presents Midnight World Cafe テンガチャヤテンガプレゼンツミッドナイトワールドカフェテンガチャヤ、どうもこんばんは、剣道小林です。ということでね、ちょっと今のというか、あの若手って結構怖い人多いねんなっていうちょっと思ったんですけど、この間森の宮のTT ホールというところでね、宮川大輔さんとアンギャーというライブやらせてもらったんですけど、劇場入ったら横に SS ホールという結構若手が出てる劇場あって、今日も何組かいてますよみたいな話になって、楽屋にちょっと遊びに行ったりしてたんですよ。で、ある楽屋をガチャッと開けたところ、まあいたメンツが金ちゃん、あ、金、はい、あれ何やったっけ、ビスケットブラザーズの金と、あと誰がおったかな、誰がおった、まあ、あと紅生姜の稲田がおったんですけど、はい、稲田ってめっちゃ怖いんですよいや、俺がおはようって扉ガチャって開けた瞬間、稲田が真正面に座ってたんですけど、何しに来ましたん怖いな稲田、はいはいはい、何やねんお前、何しに来ましたんって、いや、なんですのみたいなあれお前、あれこう女性楽屋とか行かへんのかって言ったら、いや、ここ女性楽屋ないんすよ怖っ、そんな怒んない、怒ってませんやえみたいなんで、あ、それこの間一緒やったなみたいな、いや、そうですよ、あの時切れましたわみたいな、いや、なんで怖いな、ダウンタウンデラックスに出て、で、結構初めてのしっかりしたこうバラエティ平場で出て、ちょっと緊張とかある中で、全員で私のこと首太いていじって、マジ切れましたわいや、切れるなよで、今日何しに来たんすかそこでも逃げ帰ったんですけどよう考えたら俺そんな20年も先輩そんな口聞いたんすよ失礼なやつやな、失礼というか怖いというか、まあさすがリンゴ姉さんに気に入られてるというか、もう稲田と会うの怖いです会った時なんですなっていきなり言われるかもしれないね、まあでもああいうやっぱ強い女性っていうのは時代を作る可能性がありますんでね頑張ってくださいさあこの番組は妄想キーワードに土曜日深夜をキッチュな世界でございます。いや、結局何しに来たんですか天がプレゼンツミッドナイトワールドカフェ天が茶屋、この番組は天がの提供でお送りします。テンガプレゼンツミッドナイトワールドワイテンガチャ、改めまして剣道小林、そしてツートライブ高典と周平魂です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。紅生姜っていうのは、はい、ツートライブより先輩後輩、いや僕らより後輩です、後輩、はい、後輩で3期下、まあ、稲田に関しては2年下っつって、熊プロが、熊プロが4期、5期下か熊本プロレスって熊プロって熊プロですよ、はい、熊プロって熊のプロレス団体のよ熊プロ、いや稲田わかりますわ、目に浮かぶやろこれ、もう目に浮かびますし、めちゃくちゃ怖かった俺、それで怒られることはないですよ、まあないわね、あいつは多分そうやな、意外と気遣いで精一杯の感じで、コミュ障なんですよ、なるほど、はい、コミュ障がそう出たっていう、それを突破しなあかん、うん、私はと思って、はいはいはい、パチンと行くんですよ、うん、それがもう浮かぶんで、接触したの1分半ぐらいで1分半ぐらいで何回切れられんねん、おばさんに、うん、その日会った時も兄貴ケーキどないですかって言われましたからねどういう会話まだ東京行って 2,3 週間しか会ってないですか、ほんまに若手っていろいろやな思ったんは、はい、そうやって過ごしてる若手たちと、はい、劇場の前で出待ち入り待ちみたいな、はい、ほんとちらほらいる子に、はい、なんか探すふりして顔差しに行ってる腹だとか想像つくわ、なんか駐車場でなんかキョロキョロしてこう想像つくわ、うろうろしうろうろしてるんです、よう見てはります、探すもんないやろここって思う顔差しに行ってんねやなあれ、あ、そうです、島木女子と一緒やであれよう見てはりますね、はい、風切って歩いてますからね、風切って歩いてた、うろうろしてますね、うろうろしてた、
僕、はい、そう小林さんが来られた後そうだから周囲とかはもう、はい、高森一瞬あってさ、はい、そうそうそう、はい、うん、僕入りに行ったらもう小林さんおられんくて、でもあの劇場内はもうみんなそう噂がもう回ってましたもう、はい、ケンコバさんと宮川大輔さん来てた、うん、そうやねいやもうおしゃれやってめっちゃおしゃれテレビ見てるかと思ったみたいな、大輔さんがどうしても若手の学園に行かなかん理由があってやんの、アキナがおったのよ、はいはい、ゲスト学園に、うん、はい、うん、であのどうしたんですか山名と、はい、一回ちゃんと話さなきゃあんげて、おお、へえ、大輔さんがそう、それは確かに話した方がいいですねって俺も思ってるけど、何なの、マキちゃんと結婚したんか山田、はい、はい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 なんか俺そうですねもちろんそのマキちゃんと山田がそのお付き合いする前の話よ、はいはいはい、お付き合いする前の話ね、もちろん、はい、うん、なんか怪しいな、なんかネット広いさやな、ああ乗るやろな、なんかええな乗ると思うわ全然、はい、まあ全然まあ僕は別に、はい、うん、マキちゃんってめっちゃ食うやん、あ、はいはいはい、そうそう、大食いですもん、大食いやん、有名です、めっちゃ食うのよ、はいはい、俺が引くぐらい食うねん、すごいなこの、はい、大輔さんもそれなんか一回飯一緒なんてめっちゃ食うなマキちゃんってなったらしい、はい、マキちゃんってそんだけ食ったらうんこどんなんなんて聞いたらしい、大輔さん、そんなに聞くね私めっちゃうんこ出るんですよおお、はい、で大輔さんはもう一回今度写真撮って送ってくれよめちゃくちゃやいやそれいつの時代でもあかんよそんな結婚する前とか関係ないような気がしますけど、マキちゃんははいって言ってて、そんな約束約束でか会話したの忘れた頃に、はい、朝一でえらい携帯がブーブー言ってるなと思ってマジでおいで「だって何やねん朝から」って言って言ったら写真が添付されてて「誰やねん朝からこんな写真送ってくるの」パッて開いたら巨大なうんこの写真これ、まあ結婚する前ですね、どんだけ芸人やねなあ、すごいな、マキちゃんおもろいや、まあ、大輔さんも頭おかしいし、うん、頭おかしい同士やん、うん、頭おかしい同士やね、同士ですね、同士やね、いやほんまにそれセカレで訴えられないそんな、そのなんか胸に秘めてんのが嫌やてんて、山名と結婚したって聞いて、ああそんなことになるとは思ってないですよね、思ってないですよね、はい、ちょ山名と話しながらめっちゃ真剣だからそれで森の宮に来てたんですね、来て SS ホールの方に、そうその間俺はだからこう、あ今真剣な話やねんなって思って、俺はその若手の楽屋の方行っておっていいでしょ、いやおったらあかんねん、ほんまにこう2人でテーブル挟んで手前、いやいや別に手を前でこう組むみたいな感じで、とつとつと2人で喋ってたいや山田さんはなんでその神妙やねん笑うでしょ別にいや こんな話聞いたことないですよ、聞いたことないよな、なんかでも結婚する前とはいえ嫌かもしれない、いや嫌 やな、いや別にそんなあれやで、その下着とかおっぱいとかお尻遅れとかそんなんじゃなくて、そんなんじゃないです、うんこ遅れ、はい、で冗談ですもんね、冗談、そんなんも、いやまあそれ大輔さんは分からへんけど冗談かどうかこれすごいな、これは頭のおかしい2人同士のやり取りやから、はい、あのスムーズに済んでるやんか、はいはい、そうですね、でも今もネットニュースになるからね、そうなんですよね、まあね、はい、こう深夜のこんなこそこそやってる、こそこそやらしてもらってんの、ニュースならんようにネットニュースなるんすよ、ね、意味がないの深夜でこそこそやる、そうですねこんなネットニュースだったらね、これどうネットニュースなんでこれよう考えた今のでも、うん、2人の話やなんかかっこよかったよ、こうチラッと見たらこう、はい、ほんまにテーブルに2人で手組んで、いやこういうことがあってみたいな、はい、兄さんそれはでも、うん、あ別に前のことなんでみたいないやいや別にそのなんかなんでその渋いトーンなんすかいや抱いたとかやったらね、なんかそういう真剣なトーンになるかもしれないですけど、それだってまあ結婚してお付き合いする前やったら、はい、しゃあないことやからな、そうですよ、例えあったとしてもあちらにしても、うんうん、うんうん、でもそれで真剣に話すやったらいいですけど、うん、異様な男らしさっすね、でもそれ喋りに
わざわざ SS ホールに。男気ってそういうことやと思うで。これでも男気ありますね。うん。ああ、なるほど。これを自分で持ってるのが、持ってるとか、そうね、うん。決めてるのが嫌と。うん、あの、奥さんの、うんこを見てもうたと。うん。どういう条件別に言わんでええけどな、そんなもう。マキさんも言うてほしないやろ、そんな。よう考えたら。ちゃくちゃでかかったらしい。絶対マキさんもでかいの出た時撮ってるみたいな。そうだよな。3ヶ月ぐらいか。もう何をしてんのそれ。確かにでもそれはもうなんかパワハラでもなくセクハラでもないですね、その二人 の関係性。誰があれだって成立してる話、成立してますもんね、はい、山田がどう思うかだけ。山田でも本当にいやもうでもそれは何も思った。なんで神妙。逆にありがとうございます。逆にありがとうございます。そんなわざわざ言っていただいてありがとうございます。そうすげえ話ですね。すごい面白いな。いいやね、うん、まさかあの若手がなんで来てたんやってなってた話の理由がそれとは誰も思ってないですけど、ね、思ってないよな。確かに、はい、大輔さんはもう来てはるわと思ったから、うんうん、あってなったからみんなおののいてたから。なんすかそれ。これ昨日の話なんですけど、はい、昨日、はい、昨日とかもう今朝ですね、うん、今朝、はい、いや今朝やん。それ昨日ちゃうやん。何やねん昨日。お前もう嘘ついてるやん。ちゃうやんお前それ嘘言い出したらキリないってお前。今日の話なんですけどね。いや今朝ねやったわけだけど、うん、昨日の話って、はい、昨日の話なんですけど一回ちょっと今朝あの睡眠挟んでしまったんで昨日と思ってしまって。いやお前も今朝ま、言い訳嘘やろお前。言い訳1。これが嘘やったら僕びっくりしますよ自分で。ポバさんもうでも無理やけどな。嘘やったらびっくりしますよ。もう無理やけどな今のは。今朝はい、まあ嘘やん。朝方までちょっと単独近くてネタ合わせみたいなのしてて、はいはいはい、ほんで帰ろうと思ったらもう今ちょっと自転車壊れてて、で雨も降ってきたから、うん、もうあんまり乗らないんですけどタクシーも乗ろうと思って、うん、タクシー乗り込んだんですよ、うんうん。でその乗り込んだところでその結構年を召したあのおじいさんが運転手さんやって、うん、あれみたいな、今仕事終わりですか、今から仕事ですかって感じ言われて、うん、いやあのあ吉本の人じゃないですかって言われて、うん、ありがとうございます、うん、みたいな言って、まあ、そっから結構もうオートマチックにもうそのオートマチック、はい、うん、自動でどんどん喋り出したんですよ。車の腹、うん、はい、家まで着くこうキロの間、いや僕はもうタクシーずっと乗って、もう確かにもう何十年乗ってはる感じの雰囲気の人で、うん、もう今までいろんな芸人さん乗してきたよみたいな、なんかもう話がブワー始まってもう止まらんくなって、うん、であのロザンの宇治原くんはもうほんま苦労してたで言うて、乗したでよーつって、あっこのとこの四畳一間に住んどったんやみたいな、うん、もうああなってもすごいなー言うて、うん、あのメッセンジャーの黒田さん、うん、黒田くんも乗したよ。それ嘘ついたよお前。え、俺も大阪でいろんなタクシーの運転手さんに乗せてもらって、はい、いろんな芸人がこの間、はい、誰々さんがそうやって、誰々君がそうやって言うけど、はい、全員黒田さんだけ呼び捨てたもん。ほんであと黒田いやでもなんかそれいい方に言ってました。黒田さんって言ってた、くん言ってた、黒田さん、黒田くんって言ってました、くん言ってた、はい、俺が今まで喋られた運転手全員黒田やったけど大阪だからさんとかくんつけるのおかしい、うん、まあ本来はそっちの方が多いかもしれないですけど、多いよ、まあ、その人はそういう感じで、うん、今あのボロボロの車乗ってたけどベンツ乗ってんもんなみたいな、うん、他にもこういろいろ言ってくれはるんですよ、この師匠もよう乗したわ言うて、うん、向こうの方に連れて、よう連れて行ったって、もう10回行ったら8回この師匠やったなと思って、うんうん、であーね、一番乗してこの人は口悪いなと思ったんがつって言い出して、うんうん、口悪いけどめちゃくちゃええ子やったなって言い出して、うん、誰ですかっつったらハイヒールって言い出して、うん、口悪いけどめちゃくちゃもうええ子やったわ、気も使えるし雰囲気も良かったわ、喋ってて、うんうんうん、おーそうなんですねって、あのハイヒールのヒールさんって言ってました。どっち？どっちの？そんなな、営業で使うようなネタここでやらない。いやでもほんま今朝の話やったんで、営業で使うようなネタというか、そう今朝の話やったんで、ほんまに確かにね。仕方ないというか、もうまだほやほやのうちに喋れるっていうなんか珍しいんで、天下茶屋で。そうか。はい、まあ。今日ほんま今朝の話やったんで。営業ちゃうねんからお前。
営業のつかみを俺にぶつけるの。ちょ待ってください。営業のつかみ分かりやすい。イオンモールの、はい、いやいや、そのイオンモールの営業がなんか悪いみたいになりますやん。そうやったらこうシャバい笑いで言ってるみたいになりますやん。そのオーソリティーな笑いやん。はい、分かりやすい。やるべきことは、はい、な、マニアックな笑いやってどうすんねんっていう話やん。はい、イオンモールの時は家族で来やんねん。年齢層が一番広いんやから。はい、おじいさんから孫までが来るんやから。はい、でみんなハイヒールさんは知ってる、リンゴさん、ももこさんっていう名前も知ってる。すごく考えなくていい、分かりやすいオチ、はいはい、ほんまに僕も一瞬の迷いがありましたよ。おばさんにこの本投げてええのか、この球投げてええのかっていう迷いはありましたけど、自分の熱量を考えた時にどう考えても今朝の話、これを2週間後に喋ってもなんかこうイオンモールで喋る話になってしまうんですよ。2週間後やったらより、まだ今日だったらまだ熱があるからイオンモールじゃない感じでもいけるかな。同じぐらい喋ってるやん今日やからっていう、同じことずっと同じぐらい喋ってる話です、うん、だから小林さん、そこはほんまに、いや俺昨日一昨日のタクシーの話やったら、はい、多分俺の方が上回ってるもん。それ渋いな、申し訳ないけど渋いな渋いっすわ。でもまあ今日のオープニングで話す、先週分と今週分で話す中ではもう俺の中で予選落ちやから、わー、予選落ちしたやつも今のは超えてると、うん、内容的には予選落ちかなと思います、うん、僕も連れてくんな、はい、内容的には予選落ちかなと思うんですけど、連れてくるな予選落ちを、熱量持ってんねん予選落ちって、はい、今日入ったもんがそのままここに、今朝、はい、今朝仕入れた悪い刺身出したっていうことやで、お前違う、ちょっと違うんですよね、今朝仕入れた悪い刺身を素材そのままでお召し上がりくださいや、お前。いや今朝仕入れた新鮮、でもこれ熟成刺した方がほんまは美味しいかもしれんけど、いやいやいや、新鮮な、もう目の前でさばくことによって熟成刺してどうなんだヒールさんの熟成させたらどれだけ変わるね。目の前でさばかしていただいたっていう、今初めてこれを口にしたんで、今頭の中に今日今朝あったやつをそのままもう言ったら僕のイケスの中に入ってるもんから今網でパーンと拾い上げて小葉さんの前でさばかしてもらった、この目で楽しんでいただいたっていうのが一個乗っかってるんですよ、面白い。違う、刺身言うたら小葉さんやからな。お前その例えずっと言う刺身って言うのやったとしたらっていう話。刺身で言ったら言い受けだけはマジでよどみなくて、はい、でもイケスに入ってたんで、はい、僕の脳とという名のイケスに入ってたやつを初めて今出して、この目の前でまな板で、俺が予選落ちにしたのは、あの怒りに通じる話やからね、腹立ったわーって。あ、それはよりいいですね。なんで評価してんだお前。よりいいですね、怒りがあると。なんでお前が弱く熱は、はい、その運転手さんな、俺がこの大阪に来た時に乗った、はい、アンギャの前の日に俺福岡から入ったから、あ、はいはいはい、一人で入ったのよ、はい、ケンコバさんやんねってちょっと情報の出し合いしませんみたいな。お互いの仕事はやっぱ情報命でしょ、はい、はいはい、僕もこんな仕事してるんで毎日情報入ってくるんで、はい、いや情報の交換しませんよ、しょっぱなからきな臭いっすね、ちょっと。まあタクシー乗ってさ、確か情報集まるやろな、はい、ゴシップとかね。で俺は身内とか芸能のゴシップ喋ってもあれなんで、はい、都市伝説的なんで最近聞いたやつ言いますね、はい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 、くださいください、はい、まあ長くなるから詳しく話せないけど、はいはい、ある軍事国家が使ってた戦闘機の燃料が実は水ちゃうかったかっていうような話をしたの、これなん、じゃあ水でそんな高性能戦闘機飛ばせれるのになんでこんななってんねん言うたら、やっぱオイルマネーっていうのが世界にとっての勝ち組にとってのすごい軍資金やから、水で運用できるようなものはないですって言うてるんじゃないかみたいな話をして、はい、これはええ話聞きましたね、めっちゃいい話は、いや運転手さんがね、はいはいはい、これはええ話聞きましたね、はい、ちょこっちもそれなりのカード出さんダメですね、はい、出してきたカードか、はい、訓読みの訓っていう字知ってます？もう分かったマジか、もう分かったぞ、そう、そこやねん、はい、マジか、マジか、まさかな、はい、あれ音読みなんですよ、ムカつくわ、腹立つわ、訓読みの訓は音読みね、なあ、はい、ヒールぐらいのことやな、あ、ヒールぐらい、ヒールぐらいの話持ってきますよ、いやいやいや、今の話はそれヒールより上ですけど、訓読みの訓は音読みなんですよはヒールより下ですよそれはムカつくな、それはヒールより下です、向こうの出したカード、うわ、それなりじゃなかったらどんなカードやって思ってんけど、いやいや、大したことないやろなやばいやろな、あ、面白いな
いや面白いっすね。いやそうですね。いや面白い、普通に面白いですね。腹立つ話ですね、それは。くんやみのって言った時に俺体ビクンなったもんな、うん、もうその時点でもうパッと浮かびますもんね、うん、あれ、うん、あひどい運転、あの運転手さんは風吹かさへんかった男気ないっすね。男気ないわ、あの運転手さん。効果交換って言葉知らんのよ、あれ。知らんっすね、うん、ひどいな。ひどいわ、もう言いたくないっすね。ひどいわ、ヒールさんヒールさんじゃないっすヒールさんの方がひどかったですかほんまどっちやってんリンゴ姉さんかモンゴ姉さんどっちでも当てはまるやろ。まだ言うてるやん、まだ言うてるやん、まだ言うてるやん。いやまだ熱あるんで、その今日の仕入れたもんね。なんて言ったそれ。いやもうそのままそれだから、そのさっきの刺身じゃないけどさ、はい、市場に魚菓子に見に行ってさ、はい、それ買うやつは、はい、飲食やっていかれへんと思う。あ、買うやつはですよね。うん、お前買ってるやん、それ買うやつ、ね、ここに持ってきたということは。いや僕はその、うん、ここ家やと思ってる感覚ですよ。バンとこう札置いて、はい、いやそのこれええわ。いや僕仕入れてきたんじゃないんで、僕釣り上げてそれを家でちょっと今日みんなで食べてみませんかっていう、うんうん、お前言い訳だけはよどみたくないから天狗ちゃん家やと思ってんですよ、四手地のごとく店じゃなく、はい、店じゃなくて家やと思ってるんで。いやで、ね、それファミリーなんでお知らせ行きましょう、はい、それでは天狗さんからのお知らせです。ギュルンギュルン極上のスピンギュ、どうしますか。じゃ書いてるんですよ、このギュルンギュルンって言ってびっくりマークって書いてるんで、それを読んでるだけなの、うん、ギュルンギュルン極上のスピンギミック繰り返し使えるホール天狗スピナーが好評発売中です。天狗グランプリ2022ではユーザー評価ランキングで第1位を獲得した人気アイテム、内部に搭載したスパイラルパーツの伸縮によりストロークに応じて強力なひねりが発生し、未体験のスピン刺激が味わえます、うん、滑らかに絡みつくテトラやハードに締め付けるブリックなど使用感の異なる6種類を発売中。繰り返し使えるのに価格は1908円でコスパ最高です、うん、大人気の天狗スピナーでスピンギミックによる未体験の快感をぜひお楽しみくださいということで、こちらですね、こちらの商品、うん、これは繰り返し使えて、はい、ギュルンギュルン極上のスピンギミックということで、これ確かこのドンキホーテ行ったら、はい、ものすごい陳列してたわ。で若い男がさ、これ買おうかなって迷ってるのを横目に俺はプレミアムだカゴに入れて買ってた、はい、マウント取って、うん、お前たち違うぞっていう顔して川崎違うからな別にこれがそんなそれ指金ないから買うもんじゃない。そうね、これが好きな人はこれでずっと行きたいです。そう言うてないよ、はいはいはい、その空気一瞬プッと出しただけやなんで毛穴から毛穴からプレミアム店がバー入れて、うん、もう数も数えてない、数も数えてないガサとりあえずカゴにダーン入ってどうやはがり売りみたいな感じでお前はもう買えよと、もうさっさともう、うん、そう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 ですよね、うん、こうなるよ、どうしようどうしようって悩んでる感じやったから、うん、はい、いやそうやったらもう、でもこれは何回も使えますから、ね、これ絶対お得ですよ、はい、こんなとこね、こんな若い子どうしようって悩んでる、やっぱ男って可愛いっすね。そうだな、そうだ、ね、まあまあ悩むよそれは自分の好みに合うかどうかもな。そうですね、ボールペンみたいに店頭で使うわけにもいかんやん、ちょっと一瞬、はいはいはい、そうですね、うん、待ってあげて。でもこれ大学の時とかこんななかったから。いやなかった、そうだから、あったら欲しかったな。絶対買ってるよな、1908円でこれやったら、うん、安い、いいんですよね、うん、いろんな種類あるし、ぜひお楽しみください。じゃあここで1曲お送りしましょう、はい、5月6日がコロッケの日、56で、はい、56で、はい、モノマネタレントコロッケさんのモノマネレパートリーをお届けします。俺コロッケさんって死ぬほど好きなモノマネなんだ、はい、それ歌真似せえへんねんけど、顔真似のやつやねんけど、はい、ちょっとリスナーの人も YouTube で見てくれんかな、はい、桜田淳子さんの気まぐれヴィーナスっていう曲の前奏をモノマネすんねんけど、はい、はい、死ぬほどおもろいから、こんなさんが死ぬほどおもろい、死ぬほどおもろい、桜田淳子さん、コロッケさんって死ぬほどおもろいなって思う。いや面白いっすよね、うん死ぬほどおもろい、死ぬほどおもろい、チャードル上げてもおもろいでもこの前って神奈月さんとかもたまに見たら死ぬほどおもろい、死ぬほどおもろい、モノマネってやっぱなんか本能に、ね、なんかあんねやろな、はい、あれ人間こんな笑うっていう、そうですよね、うん、もう学校の先生のモノマネでやっぱ一番そうやな、笑い取りますもんね。そうや、人類最初の笑いモノマネやったかもしれないですね。お前な、もしかしたらな、はいはい、そう、あの子のモノマネとか、そうそうそう、いやいや、もうそれこそマンモスのモノマネみたいな、あマンモスが死ぬ瞬間みたいな、うん、
大爆笑。もう一回やってくれってなったやろな。何回も今日倒したやつの倒れ方やろ、うん、お前も2時間ぐらいだったけど、あ、もう一回やってくれ。腹抱えて、うん、腹抱えて朝まで、あ、そんなやと思うよ、やっぱり、はい、曲もね、急遽差し替えなんです。差し替えて気まぐれヴィーナスに、はい、はい、じゃあ聞いてください、桜田淳子さんで気まぐれヴィーナス。テンガプレゼンツミッドナイトワールドカフェ、テンガ茶屋。どうぞ。昨日ね、いや今朝ね、八五一で山田さんが言いよったんですよ。お聞きください、ヒエル姉さん。どっちやねん。確かに今そんな、でも逆に新鮮ちゃいます、これ。今そんな、あ、もう逆に営業でも受けないぐらいぐらいの、うん、もうみんな慣れてしまって、その系のあれは、それ系、うん、ほんまにそこですよ、マジで隙間。え、だからダウンさんですか、ダウンさんですかみたいな話じゃないですか、うん、もう、うん、もうベタな、マジで M1 いけるかもしれない。いけるかいけるか。これでも逆に新鮮やったかもしれない、うん、ほんまに一周回って、うん、いけるわけないじゃないですか、そんな今ので。そんなものを天下茶やったら出してええんか。ね、これ漫才とそのラジオとそ違うくて、そのやっぱ日常生活にその潜むちょっとしたこう笑いを今日は提供する。言い訳の反応がめちゃくちゃ早いじゃん。早いですよね。いや、なんかある人の、ね、別に言い訳の反応の、うん、言い訳の反応が早いやつになりたかったわけじゃないですけどね。はい、ちょっと頭の回転が早いかもしれないですね。ちゃうっぽいですね。めっちゃ空気悪なった。めっちゃ空気悪かった。空気悪なるって何なんすか、今。めっちゃ空気悪なった。この世に。ちょくちょく空気悪くなった。どうしてだろう。楽しいやってた、うん。楽しいやってた。楽しいやってたっすね。めっちゃ3人にだるがられた感じしました、ね。こいつだるいな。だるかった。このコーナーはリスナーの皆さんから送っていただいた大人のフレーズを大人の色気ムンムンでさくらまなちゃんが紹介、851リスナーの今夜のおかずにしていただこうというコーナーです。メッセージが採用された方にはレベルに応じて天ガチャやオリジナルステッカー付き、男性向け天ガ、女性向けイロハ、イロハプラス、カップル向け SVR の中から何かしらをプレゼントいたします。はい、まなちゃん、今週もお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、朝日新聞、朝日新聞に泊まろう。そうなんです、ちょっと見ましたけどね、僕これ。え、本当ですか。はいはいはい、ありがとうございます。偏見との戦い、はい、いや、こんな真面目にそこまで語れてはいないんですけど、うん、いや、すごいな、すごい、朝日新聞ですよな。いやー、もう本当ありがたいです。もうありがとうございます、朝日新聞さん。いや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 、すごい、先生とはこのことっすよね。いや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 、すごない、これでも、これマナちゃんの SNS かなんかでこの写真見れんのかな。はい、あ、私は、はい、いや見られんか、つれてないんですけど、朝日新聞さくらまなで検索したらこの画像見れるかな。はい、いや、朝日新聞でこんな逆さ手こきの気づきました、逆さ手こきのフォーム、お前やな。気づきましたってことは、ほんまにそれをやってるってことですよね。いや、私は今、確かに確かにと思って、めっちゃかっこいいな、うん、逆手のね、逆手のあ、ほんと、これ私 の一番、使ってる洗剤なんですよ。あ、じゃあさくらまな洗剤写真でこれ出る、洗剤写真、確かに。これなんかネットニュースとかでもこれ出ますよね。これになるんですよ、はい、一番多分何かしらでもプロフィールとか、はいはい、向こうにこう撤収する時とかこれ使うぐらいなんで、多分一番私の写真として出回ってると思うんですけど、確かにこれ逆さ手こき、そういうつもりでやったわけじゃないんですか。これはね、違うんですよ、某大倉さんという方がいるんですけど、はい、私のマネージャーさんで、うん、はい、でその方とちょっと潜在写真撮り直そうかって言って、はい、2,3 年前なんですけど、はい、言うて、はい、それでまあ、なんかポーズどうしようかみたいな、でもちょっとなんか真面目っぽいの撮ろうかって普通に撮ってたんですけど、うんうん、でもなんかちょっとなんかあんまインパクトあれだねみたいな話になって、なんかいろいろ花持ってみたりいろいろやって、なんか違うねって、潜在写真で花持ってみたり、潜在写真で花持たせてみたりとか、なんかドライフラワーとかやったりしたんですけど、なんかちょっと傾いてみたらみたいに言われて、傾いてたら、あ、いいねいいね、もっと傾こう、もっと傾こう、結構傾いてます、結構傾いて、ちょっと 手で丸でも作ってみるみたいな、はい、作って丸で、あ、いいねいいねいいね、なんかいいかも、チューブラリンのみたいな言ってたんですけど、多分いいねって言ってたのって見慣れてるからのいいねだって。あ、撮影現場で、はい、無意識で、これいつもやってるポーズだよねっていう、なんかどっかでつながってこれだったら、ほんまにお尻を男に突き出させて、はい、
後ろから回り込んで手こけする時のね。はいはい、はい、地上プレイですね、うん、やってますねこれ。やってますね。チンチン後ろに折り曲げて尻尾フェラする時のね。尻尾フェラっていう、うん、尻尾フェラ、尻尾フェラの尻尾フェラですね。尻尾フェラ、尻尾フェラしたことある？あ、あるんですよ。俺もされたことあんねんけど。されてる方あんまり。女の子の感覚を知りたいのよ。あれでも折れちゃ折れちゃ折れちゃって。そうですよね。その怖さはあんねんけど。はい、多分男の人はこう、うん、大丈夫大丈夫大丈夫っつって、そう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 、こう本当ですかっていうこの交渉しながら、うんうん、いつかボキッといっちゃうんじゃないか。確かに結構えぐい角度、結構えぐい角度、信じられないことしてるんですよ。そう、確かに普通じゃありえない。で立つとは真逆の方向に、うん、行ってて、あれされたことない。いや、そのそこまではないですけど、そこまで思いっきりこう切って尻尾なるほどない、尻尾なってやられたことあんねんけど、やっていただいたこと俺、はい、あれ、はい、気持ちいいねんけど、はい、なんか体内磁石のどっちが上下か分からんようになる。逆になるっていう。今までやったのはこうやのに。そう、なんかもうあの宇宙船におるみたいな。無重力状態みたいな。無重力状態みたいな。どっちがどっちやって、はい、そうですよね、うん、確かに。はあ。いや、思いますもん、だって、うん、金玉って守り神じゃないですか、股間の、うんうん、金玉の意味なくなるじゃないですか、なくなるなくなる、あの瞬間に。臓器反転と同じぐらい、ほんま上か下か分からない。そうなりますよね。うん、やばいですもん、だっていつも、ね、いつもやばいなって思いながら、ね、あでもこうます、ね、手で支えて募金してるじゃないですか、うん、チンチンがで跳ね返るじゃないですか、はいはいはい、で持ってきて、でもどうしても見えるのが先っぽだけになるじゃないですか。そうよね、知れてるもんね、出る尺は。そうですよね、短いチンチンが出てくるわけですよ。そう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 。大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫。いろんな意味でちょっと心配な。そうそう。確かに大丈夫ですかって言われれば。大丈夫ですか？大丈夫です。聞いちゃう。大丈夫です。大丈夫です。志村けん。大丈夫。大丈夫。大丈夫。お母さんでもそれあんまされてる方って多分人口の 1% ぐらいじゃないですか。1%ぐらいかもしれない。僕もそんな挟んで。下に潜り込んではあるんですけど。潜り込んでこっちまで持ってきては。フルはもう回ってますもんね。ぐるっと。そうなんですよ。俺はある。一時ハマってた時期あるし、こっち側もなるべくお尻をこう突き出さんと分かんないね。ああ、うん、突き出して挟んで、うん、いやでもあれやろうとした人すごいですよね、最初にね。あ、そのプレーを潜在写真、そう俺も撮り直してんけど、はい、今やから言える話やけど、はい、新しく撮った潜在写真、まあどっかで今もう、まあ、剣道小林で検索したら出ると思うけど、はい、うん、その写真は俺は気づいてないけど実は死にかけてる時の写真なんだよ。その腹膜炎真っ最中の写真やけどまだ気づいてない状態。全然俺は自覚症状ない。ほんまに死んでもおかしくなかったですよって言われてた時の写真やから。いやこの人実は死にかけてます写真として一回見て面白い。この時死んでもおかしくないんですって。うわ、そっか、コンディションね、確かに。そう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 。でも僕らラジオしてた時もそういう状態やった。そういう状態、そういう状態。気づかないでかっこいい状態やな。なあ、気づかないって怖いよ。今考えてみたら。鈍感力が第一とか言うてるやつは信用すんなよ、だから。よく言うやん。気づいた方がいいですよ。鈍感力が大事ですっていうのは。信用すんなよ。ね、鈍感でやばいぞっていう。敏感の方がいいですね。そうそうそう。さあ、それでは今夜もまなちゃんにセクシーフレーズを紹介していただきます。まなちゃんよろしくお願いします。はい、まずは広島県シャオロンさんからの、どうぞ自己一度お聞きください。わー、わーすごい。ほらほら見て、綺麗なピンクでしょ。舐めたくなっちゃうね。よしよし。あ、こら、ダメよ。美味しそうだけど舐めたらダメ。めったよ。これ、マナちゃんの大切な犬ちゃんとお花見がてら散歩に行ったら、犬ちゃんが桜の花びらを癒やしくも食べようとし、マナちゃんが叱っているところです。ああ、危ないんですよ、ユーリとか。ああ、そうなんか。本当に泡吹きみたいな。そうですね。球根系のやつはね。そうなんですよ。玉ねぎもそうやし。綺麗だねとか言ってね、食べてたりすると、結構もう本当危ないよって、すごい再三注意受けて。うんこ食います？食いました？犬がね。もう僕、うちのとこはもううんこめっちゃ、散歩行ってたら、はい、散歩中にですか？あ、家って待ってる時とかじゃなくて、散歩中にもうバーって食って、うん、ですぐこっちもベロベロするからもう、あ、
さなくなっつって、でも止めれないじゃないですか、このどう止めたらいいんだって、もう引っ張るしかないみたいな。確かにあのなんか栄養があるって思うんですよね。 うんこ臭いじゃないんですよね。あれ なんかいい匂いするとか。いやなんか犬はうんこ食ってないね、あれ。部屋、うんこ食べてない。部屋って言った、今部屋って言いました。部屋って言いましたね、今先輩に。部屋鼻が良すぎるから。そうですね、確かに。犬がケツ舐め合うのはそんな消化してない食べ物の匂いを匂ってるし、それを食べようとしてるってことですね。そうそう、うんこ食べるのも、あの 100% 消化できへんやん。なるほど、まだ未消化の栄養が残ってるもんも絶対うんこには入ってるから、それを食べてんねんって。確かに毎秒タクシーの運転手さん超えてきます。超えてきます。あいつほんま何やねん。何やねんあいつ。どう言うかな。運やみろくんは。カードの出し、それなりのカード出さなあかんなあいう多分。カード作ってないって。いやほんま腹立つな。もうジュニアさんとかがもう中学校とかの時に言うてる。絶対ね。そうやな、日本で一番最初に気づいて。すげえくそ。腹立つわ。まだ研いでなかったやつ。つ いんすよ。じゃあ桜もあかんねん。あかんのか。ああそうなんすね。でもわからんけどな、うちの飼ってた犬は。みんなにそう愛犬家にそれ多分あかんよって言われるけど、はい、みかんの皮が大好物やった、ずっと食ってた気もしますね。みかん好きやってるイメージない。みかん勝ちてた気がします。みーなんかね全く興味示さない。皮をずっと、皮見たらバーンすバーンどっか行くんだもんね。あーほんまわかんねー、ほんまわかんかんねー。でも本人があんだけ好きやってやったかな。そうですね。で室内犬とかが僕らほんまいなかったんですよ、僕らの地元というか。ああ、そうやってきて、室内犬ってものを知らなくて、もう外でしか飼ってないから、みんなも何でも食うてましたけどね、まあ、懐かしい風景のとこ住んでてんな。そうですね、俺が子供の時やで外で犬飼ってるって。ああだから田舎やからそれがあるんですね。大阪やったらなかなかないですかもしれないですけど、逆に今外で犬飼ってるのないですね。ないですね。だってあっこの家行くん怖いな。怖いなあったあったあった。スキー犬とか飼ってて、番犬がいないよ、もうこれ狼やんっていう。そうそうそう、昔は余ったおかずとご飯でぐちゃぐちゃにしてな、やってました。そこの前でね、皿に入れてカーン、はい、なんやったら家族が使う兼用の鍋ありました。別に家族もそれでラーメン作るし、犬より人より味濃いも食ってたから昔は。でドクード食わなくなるんですよね。ああそうですよね。もっと味濃くて美味しいものあるって知ってるから。もう今の犬は味ないもん食べてんねんからな。そうですよね。どっちが幸せかっていう話だよ。確かに魚のアラとかやってましたから。そうやな。どっちが幸せにやろな、ね、美味しいもん食って早く死んじゃうのと、健康的に味ないもん食べて、うん、いつまでも長生きっていう。いや本当にだってドクード食べたことあるんですけど、どんな味なんだろうって、うん、白米とか、うん、すごいガッツくんですよ、あげると、うん、まだ白米のが味あんねや。まだ白米のが味あるってぐらいの甘みがあるんや。そう、白米の無味乾燥というか、無味乾燥。そうなんや。 なんて言ったらいいんですかね、あのなんかもう美味しいとかの土台にまず上がらない、そういう基準じゃないところのもう次元なんで。なるほど、サプリ食べてるみたいなもん、ね、そうです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 、錠剤食べてるみたいな感じなんで、あげたいですけどね。あげたいけどね。なんかもう欲しがるし、はい、かわいそうだなって思うけど。確かに。人用のランチと、はい、ワンちゃん用のランチを同時に出す店があって、ありますね。はい、あるやんか。テレビとか見たことあります。そこに犬飼ってる人と俺昼飯食ったことあるんだけど、はい、全犬ジャンプしてたもんね。やっぱこうテーブルの上の方の方がうまそうやん。確実にそっちの方が匂いがもう分かるんですよ。ちゃんと用意してるけど、全員これって言って下の皿にガーンとか押してこっちやこっち食べなさいって言って全部無味なんや。でもうん、まあ、見た目だけはそのカフェやからさ、なんか美味しそうには見えるけど、そうそうハンバーグみたいになってるけど、犬関係ないやそんな。そうですね、そりゃそうですよね。自分と関係あるって感じでいつもね、そう取ろうとしますもんね。ね、匂いは絶対そっちの方がいいですし、一回ほんま UFO とか食べさせてあげたいもんな。めっちゃもう美味しいだろうな。やろな。一撃で中毒になっちゃう。UFO めっちゃうまいやろな。めっちゃうまいやろな。確かにな。
か。だからほんま言葉さえ喋れた最後の晩餐だけは聞いてあげたいよな。最後何食いだい言うて、うん、俺らがいつも食うてたやつで横で見てて、そう横で見てて、美味しかったやつあるっつって、うん、カレーラーメンとかね、うん、そうやでほんまな、うわそうっすね、確かにな。カツ丼考えさせられるね、いつも考えさせられますね。普通は昔はでもほんま餃子とかおとんとかおかん食べながらその箸でそのままやったりしましたよね。昔はそうやった、昭和はそうやったね、食うてるもんは。だからほんまあの早く亡くなっててけどね、結果でも幸せなでしょうね本当に。どっちが幸せかほんまわからないんだな。こちらの方には天下 VIO メンズシートを差し上げます。はい、続いては大阪府の伊勢志摩ベイブルースくんさんからのどうぞ8こちらお聞きください、うん、わーあら、コバさんパンパンじゃない、ちょっと出ちゃってるし、これじゃ入んないよ、マナが抜いてあげる。しぼんだらこんなに小さいの、膨張率すごいんだね。あとはバック、もっと強く、もっと強く押して、あー入った、気持ちいい。これはコバさんの旅行バッグがパンパンなのを見たマナちゃんが圧縮袋を使ってうまく収納したところです。俺これほんまみんなすごいな思うねんけど、はい、俺なんかもう財力をに明かしてさ、はい、財力とあの飛行機会社のステータスが高いことを明かしてさ、はい、基準超えた旅行バッグ持ってんのよ。ああもう別で払わんとあかん。いやそう、本来は別で払わんけど、はい、この会員の方でこのサイズ運んでもいいですよ。なんかあるんだ、それに余裕持って行ってんのに、はい、帰りとかパンパンなんねん。あ俺もう畳むのが下手なのか、はい、いやでもあるあるですよ。もうそのカバン大丈夫かっていうやつが土産たっぷり買ってさ、はいはいはい、平気で詰め込んでるの見たら、うん、天才かこいつ。いやめっちゃわかりますって。すごい人だな、あの入れるのうまいっす。収納上手な圧縮のねやつ、収納上手というか、はいはい、うん、いや本当、土産買ってるやん思って、あのカバンで僕もすぐパンパンになりますよ。俺ね、ちょっと入れただけ、自分なりには畳んで寄せてやってるけど、ね、はい、やってるけど、うん、もうパンパンになる。すぐでもできる人いますもんね。できる人いるな、できる人います。あれだからあのコンビニとかでも、うん、この量この袋にどう入れるみたいな感じを、うん、めっちゃうまく入れていく人とか見たら、ースーパーとかでも、あすげえな、すげえな、うん、なこの人すごいよな、技術ですよね。技術というか、まあ、順番やね、うん、結局、うん、これから入れていったらいいんですよ。確かに箱詰めの天才いますから、ね、いるいる、うん、そうですね、才能ないわ俺。なんであんなすぐパンパン、理系の人なんかな、やっぱあれうまいのな、うん、そうですね、だから慣れとかですよね。うん、なんか周平なんか言いたそうやけど、いや僕テトリスうまいで、うまいはずやのになーって今ちょっと、今ちょっとボーッとしてる。そう、うまいっすね。およ考えてたやん、はい、ちょっとボーッと考えてて、はい、俺テトリスうまいね、ちょっとヒールさん級やな思ってやめてきました。こちらの方にはそれ見抜くんだよ。ちょっと言いたいけどやめとこうかなって感じでした。精査してたやん、うん、天がエッグブラッシュを差し上げます。はい、続いてが兵庫県の鬼坂みかんさんからのどうぞ一号一でお聞きください、うん、わー、ちょっと周平魂さん、分かってたのに出したの、言わんかったらバレへんかなーですって、黙って出すなんてほんと最低、もしもの時は全部責任取ってよね。これ出版されるなり多くのタレント養成所から購入希望が殺到した周平魂の教材、ところが外部から作り話が含まれていると指摘が入り自主回収に追い込まれていました。でもどんどん教材できていってますよね今もね、もう、はい、新しい新版が出てますよね。確かに、いやこの教材マジでいらんでしょ。だって何の話を教材に進めたか。ね、電車か。危ないですよ。もう思ってあれ。危ないですよ。のやつですね。トイレに寄ってしまって間に挟まってるのかもしれないし。この話の何がダメなのかという教材や。はい、そう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 。でどこに寄って向かいに寄ったのに、うん、そんなことを聞いてる話が聞こえてるのもおかしいし。うん、でもあれもでも熱はすごいあったんですけどね。ほんまつい2日前ぐらいの話だったんで。でも聞き直したら絶対2日前って言ってないと思われたもん、うん、お前1週間前とか多分絶対2日前って言ってないと思われたもん。出てくる出てくる、いやほんまに去年とか言ってるわ、去年とかって言ってる可能性はあるのよ。去年何言われたんて、
あるんだよな。いやでもあれも事実ですからね、もう嘘はないですからね。間に挟まってパクパクしてたって、挟まってくれやんけっつって。嘘や、嘘やって。いやこほんま大問題やもん、だってその地下鉄、うん、いや大問題になりそうやったよ。大問題ほんまに。だって電車止まるよ、電車それ、そう、うん、電車止まるで、そっから2時間ぐらいダイヤ遅れるで。いや、そうや、でもほんますぐそのすごいこう能力の高そうな車掌さんがバーッと近寄ってきて、そのまま能力の高そうな車掌なんでそんな嘘つくの。いやほんますぐ対応されたんで、すぐもう行けることになったんですけど、ほんまにちょっと一瞬、あ、これ危ないぞっていうのはありましたね。口パクでちょっと動かなあかんなっていう、だから口作り話挟まっとるやんけ、そこはもうダメですよっていう教材やねんな。そうですね、あとゴルフの振りは全く関係なかったとか、関係ないですね、はい。だからあれ熱がまだ冷めやらん時やったから全部言いたくてしゃあない状態ですよ、いろいろ盛り込んで、ぶわー人入ってきてるのに全部ちゃんと見えてるという、うん、そうですね、あ、そう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 、ぶわー入ってきて邪魔やん、うん、みたいな話をしたんですよね、うん、でもど真ん中にいるんですよね、その二人、うん、で人が入ってきてるみたいな、うん、身長高かったからな、その喋ってた人が結構まだ付け加えてる、はい、いや、ほんでだから今日危ないですよっては言う、ほんまに、いや時期も全部、うん、今日も時期、うん、あの詐称ありましたから、昨日今朝っていう、それ言い間違いや、多分それ詐称って言い出したらもうキリないわ。いやそれも詐称、全詐称になるわ全詐称になる、全部詐称になる、それ全部詐称、はい、教材としてね、はい、うん、作り話が盛り込まれてるということ、はい、道徳の教科書みたいな、マナーの悪い人たちみたいなあるやんか、はいはいはい、道徳の教科書、はいはい、あれやだから、あれや、え、それ芸人としてマナーの悪い、芸人マナー違反、はい、品が、うん、いやでもあれはでも下品、ほんまになんていうんかな、ほんまにリアルやったんですけどね。でも今思い返すとですよ、うん、今思い返すと一つだけ謝らなあかんことはあるのは、お、これだけは謝っときます。一応その危ないですよっていうのはですよまで言ってないですよ、危ないっていうその伝えなあかんから危ないっていうのを言ってるんですよ。お前危ないって言った、声出して、それは言った、危ない危ないですよまで言ってないですよ、その言いに行ってないというか、あの伝えなあかんっていう、き、君危機管理甘いよっていう、その危ないっていうのを言ったんですよ。え、降りて発した、降りてずっと喋ってる、ずっと喋ってる、で、うん、部下が聞いてる、部下聞いてる、ほんで部下はもうその人に言えへんみたいなぐらい、その上の人やねん。ほんでずーっとそのゴルフでお前明日お前こうこうこうでこうこうこうでお前それでお前何あの100以上なんやら全部全部俺にあの報告せなあかんでんで、ずーっとベラ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 してブルーって人がバーっと乗ってきてて、その時点で危ないって言いました。しゃべられへんやろ。そうですよね、出入りするとこで何ですか、自分が発してるっていうのを伝えんずとも、その危ないっていうことを伝えずとも、あの危ないっていう声が、声は出してないね、出した、危ないっていう、危ない危ないって、でも僕が言いましたとはしてないですよ、僕が今危ないって言いましたとはしてないですよ、危ないっていう声がこの電車に響きました、うん、響いたやん、あなたこれ気づきますかっていう状態です。だから僕から丸投げです。僕は外のが先閉まりますよね、閉まる、うん、その時に危ないって内側が先閉まんね、内側が先閉まって、ほんで外のやつがプシュー、いや外やろ、あ外や、外が閉まってもうそうですよね、じゃないと危ないって言うと、こっち閉まったらもう外が閉まったから危ないって言って、俺言ってるのと違うからな。ほんまにもう僕あのあれっすね、もうその車の中にあのカメラみたいなずっとやっといた方がええぐらい今のもう証明したいっすもん、そのカメラつけといて車内カメラ、はい、車内カメラみたいな感じで僕の目線カメラを、うん、昨日のヒールさんもいや今日ヒールさんは別に嘘とはね、うん、言ってないですけどね、もう嘘ついたこと一回もないんで、男気一本、はい、ちょっとまだあるんで、あ、すいませんすいません、ここからタカちゃんの話時間なんだ、タカちゃんの時間、こちらの方にはテンガスピナーテトラを差し上げます。ちょっとタカ、はい、ちゃんお願いします。はい、はい、広島県シャオロンさんからのどうぞあちこちでお聞きください、はい、わーちょっと休憩させて、もう疲れたよ。何を言っとるんじゃ、俺もう一回、うん、無理だよあ、そんなに強く入れてこないで、そこ叩かれたら私ダメになっちゃうよ。マナー、わしはもうお前しかおらんのじゃ、もっとお前に突っ込みたいんよ俺あと5回は行くけのもう無理、誰か助けて。めっちゃいい子ですね
これは男気のない周平魂に愛想を尽かした高典さんが愛菜ちゃんを相方にしたの M1 グランプリで漫才で結構してるところです。なるほど。急なんかすごかったですね。よかったですね。勢いがもうでイライラしてるでしょ。イライラしてるのを全部愛菜ちゃんにぶつけてるっていうなんでこんな広島弁に戻ってんのあ、まあ、そんな広島弁使ってないはいはい、ありがとうございます。これは良かったです。良かったかな。はい、これはもう自分なりにはパチンと合いましたね。このパチンだった、合いました。漫才にしろ、はい、漫才にしろ、うん、ネタ合わせ時間にしろ、これはうん、いいですね。間が良かったです。長持ちせんやろこのコンビはこんなワンマンコンビは確かにね、めっちゃムカつくもん、うん、俺もう一回食い気味で言うてたからね、はい。こちらの方にはプレミアム天下オリジナルバキュームカップを差し上げます。以上で、どうぞ851でお聞きくださいのセクシーフレーズのエントリーは FM 大阪のリクエストフォームから天下茶を選んで送ってきてください。はい、それではまるちゃん、告知などあればお願いします。はい、今月の今月の今月の27日で、はい、ちょっとまだ詳細は出ておりませんが、あのトレカイベントがありますので、はい、あの東京でやりますが、はい、よかったらお越しいただけたら嬉しいです。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。大阪のファンの方もね、よう東京行ってますもんね。そうなんです、来やすいと思いますよ、はい、ね、ぜひ。来やすいかな大阪でやってくれた方が行きやすいと思うけど。そうですね、うん、でもちょっとあの乗るだけなんで。そうですね、2時間半、安いもんじゃないですよ。いや、まあそうですね、あのなんか2時間半って早く聞こえるけど、往復で5時間潰れるっていうことですからね。確かに。そうですね、うん、私も体験してきましたが、はい、大丈夫だと思うんで、はい、ぜひ乗り込んでもらえたら乗り込むだけなんで、はい、お金もかかりますよ、はい、まあそこ行くまでが楽しいのもありますからね、うん、そういうファンの。そうですね、車窓からの眺めとか見ながら弁当食べたりして、そう、まあ、もう楽しいと思いますよ、はい、もう来いと。はい、うん、大阪ではな、今のところ開催はあ、そうなんですよ、ちょっとやってなくて、はい、大阪ではちょっとあんまイベントね、あんましたくない。そういうことじゃないですけど、うん、全然あのやりたいんです、むしろ、うん、積極的に結構やってるんですよ、まあ、本当ですよ。だから来いやと、お前らがと、なんでうちが行かなあかんの。そんな強気じゃないですけど、あの、うん、今回はあの、うん、あ、東京のみ、今回のだけはちょっと、うん、どうしても東京になっちゃうんで東京稼働だけだったらやりますと。そんな制限してないですよ、全然もう、あの、全然もう、あの、足伸ばしてこっちまで来てます。事務所に言うたんですね。もう東京稼働だけやったらしゃあない。稼働って腹立ちますね。東京稼働限定とかじゃないですよ。いやいやいや、稼働ともしてないですよ。もう、あの、ねえ、もう皆さんと会える絶好の機会。うん、はい。はい。すみません、ちょっと。あ、今回だけ来いと。わかりました。で、お願いします。じゃあ、まなちゃん、来週もよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。天がプレゼンツ、ミッドナイトワールドカフェ天が茶屋。この番組は天がの提供でお送りしました。深夜1時30分からケンド小林とスーツライブ周平魂と高典がお送りしてきました天がプレゼンツミッドナイトワールドカフェ天が茶屋。それではメッセージを紹介したいと思います。はい、大阪府の、伊勢島ベイブルースくんさんからです。天下茶屋の皆さん、こんばんは。僕は中学生の頃ベース吉本が大好きでよく見ていました。その中でも小葉さんの木綿のハンカチーフのネタは完コピできるぐらい見てましたし年号の覚え方のネタでチンコをいじるな応仁の乱はチンコいじるな、そんな歴史ですね。ちょうど歴史を習ってる頃やったので、そうそう、ほんまに覚えるんだよ俺のこれで。すごく役に立ちました、うん、あの頃のネタをまた見たいのですが、もう小葉さんはネタをすることはないのですが、もう見られないならツートさんにカバーしてもらいたいです。カバーさせるかこいつら。いや僕らもね、だいぶ痛い後輩になりますよ、それ、ね、あ、小葉さんのカバーしたら、そう、なんか、俺らしくないネタやねんな、この年号覚えは。あ、そうなんですか。自分でらしくないなと思いながら、ほんまに使えるやつにした方が面白いなと思って、いわゆるテストでよく出るやつは本気で覚えれるやつ考えて作ったのよ。今の吉本やったらもうすぐ本出しましょうって言い出しますよ多分。ああ、でも確かにな。ああ、なるほどね。ほんまに覚えれるからっていう、楽しく覚えれるっていう。あ、いい、なんか、だからいい思い出のネタでもないんだな。
へえ、そうですね。そうなんか、うん、だからずっとはやらんかったってことですよね。そう、ほんま数回しかやってないよこれ。はい、それはもうこの人めっちゃ見てるビデオで見て、ね、大好きだったんですね。はい、ありがとうございます。こちらの方には、プレミアムテンガオリジナルバキュームカップハードを差し上げます。番組ではメッセージを募集しています。マナのケンコバさんのが欲しいのマナティーカルタ、下ネタ浄化計画、浄化ワードは乳首小指引っ掛けとなっております。それぞれのメッセージの受付はFM 大阪のリクエストフォームからテンガチャイを選んで送ってきてください。メッセージが採用されるとオリジナルステッカー付きテンガをプレゼントいたします。テンガチャイのツイッター、そしてインスタグラムも展開しています。ぜひチェックしてください。そして今日の番組のウェブ版をポッドキャストで配信します。今日の放送分は来週月曜日配信予定です。パソコン、スマートフォンからチェックしてください。はい、それでは来週も深夜1時30分にお会いしましょう。お相手は剣道小林と、ツートライブ高典と、シュウエイ魂でした。さよなら。さよなら。